こんにちは、ビーレジェンド田中です。今回は死ぬほどきついデッドリフトというお話をしたいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひご確認ください。それでは今回はデッドリフトについてお話ししていきたいと思います。トレーニング界隈ではですね、よくデッドリフトはですね、いろんな論争が起きている種目だと思います。デッドリフトで広背筋が肥大するのかとかですね、デッドリフトそもそも必要なのかとかいうところが、大きなテーマになりやすい種目だと思います。そんなデッドリフトについて、私なりの見解や考え方を述べていきたいと思います。デッドリフト、どういう種目かと言いますと、床に置いたバーベルを床から拾ってまっすぐ立ち上がる、その時にバーベルはぶら下げたままという状態ですね。これがデッドリフトになるんですが、トレーニングのターゲットとしては主に背中ですね、脊柱起立筋のトレーニング、またお尻、太ももの裏、太ももの前ですね、下半身も鍛えられる種目になります。メインターゲットとしてはですね、体の裏側がメインになってくるかと思います。私自身が今床引きのデッドリフトを行っているかと言いますと、私は行っていません。この辺は私が今パワーリフティングの試合に、そんなに出ていないっていうところが、メインの原因にはなるんですが、ただ最近はですね、体の見た目のバランスですね、筋肉がついている場所、ついていない場所の弱点ですね、そこを整える目的でトレーニングを組んでおりますので、私の場合はですね、上背部、脊柱起立筋とか僧帽筋が特に弱点になっておりますので、そこを修正するという意味で、デッドリフトよりもトップサイドデッドリフトの方を採用しています。理由としましては、床引きのデッドリフトだと下半身の要素も入ってくるので、弱点の上背部に集中しにくいというところが原因になります。できるだけ弱点に集中しやすいように、トップサイドで上背部をターゲットに丁寧に動作をするというところが、今の自分にとっての最重要課題かなと思ってます。また床引きのデッドリフトを高重量で行うと、疲労もかなり強くなりますので、他の種目とのバランスや日常生活や仕事とのバランスが、あまり取れないかなというところで、床引きのデッドリフトは今のところ外しています。では床引きのデッドリフトは、初心者の皆さんであったりとか、トレーニング中級者上級者の皆さんにとって全くいらないかというと、私自身はそうは考えていないというところになります。デッドリフトの考え方の私の意見としては、トレーニングに積極的に組み入れなくても良い、例えば腰の怪我とか疲労感などが原因であれば組み入れなくても良いけど、やろうと思えばできるだけの状態は作っておく、キープしておく、その状態になれるようにしておくっていうのは大事かと思っています。デッドリフトを床引きで行うためには、基礎的な筋力であったり柔軟性であったり体の使い方というところが必要になってくるので、それだけの体の状態と技術の状態はまずあった上で、あえて選ばないというところまではなっておいた方が良いのかなと考えております。いろいろなメリットデメリットをあると思うんですけど、特にデッドリフト不要、いらないという方の多くの意見はこのデメリットに起因するところがあると思いますので、まずデメリットについて挙げていきたいと思います。デッドリフトは床からある程度重い重量の重りを持ち上げますので、どうしてもフォームが間違ってたり、体の状態や疲労の状態によっては怪我につながってしまうということがあると思います。この腰の怪我の多さ、痛みの多さっていうのは一番のデメリットになるかと思います。次に、私が選ばない理由にも挙げた、疲労感が大きい、神経系の疲労が大きいというところですね。たくさんの筋肉を一気に動員しますので、次の日のトレーニングどうしても疲れが残ってしまう、3日ぐらい疲れが残って他の種目に支障が出てしまうというところもデメリットがあるかと思います。次にですね、下半身であったり背中の筋肉であったりと、いろんな筋肉を一気に動員します。これはメリットでもあるんですが、デメリットにもなるというところですね。全身の筋肉を同時に使うので、目的の部位にフォーカスするというところを考えると、これもデメリットになるかと思います。背中の明確な弱点部位があるときに下半身も使ってトレーニングすると、弱点部位にフォーカスしにくくなるというところが、全身を使うがゆえに部位にフォーカスしにくいというところはデメリットにつながる要素だと思います。ある部位をターゲットに鍛える場合は、その部位にフォーカスできる種目ができればいいんじゃないかと、
まあ、例えば広背筋であればラットプルであったりとか、脊柱起立筋であればバックエクステンションであったり、トップサイドのデッドリフトを行えばいいのではないかという意見があって、まあ、床引きのデッドリフトは不要っていうお話が出てくるのだと思っています。まあ、私自身もその辺のデメリットも考えた上で床引きのデッドリフトは今行っていないというところになります。じゃあ次にですね、デッドリフトのメリットと言いますと、やはりしゃがんだ状態でですね、背筋をある程度曲がらない状態で高重量を持ち上げるというところの難易度の高さであると思うので、まあ、その状態が維持できる、その状態で動作を行えるというのは、やはりこう体の使い方が上手くなっている、体幹がしっかり固定できて下半身が使えるというところのメリットがあると思います。その動作を獲得できるだけでもかなり体の状態が良くなっている、そして負荷を増やしていけるっていうところで、さらに強い体になるっていうところがメリットだと思います。次に、特に今デスクワークとかですね、まあ、座ったままの生活とか横になっての生活とか多くなってくると、背筋を伸ばす筋肉、体の背面の筋肉ですね、背中の筋肉も弱くなるし、トレーニングなかなかしてないとですね、太ももの前側は結構強かったりするんですけど、お尻とか太ももの裏の筋力、筋肉量っていうのは結構落ちやすかったりもしますので、弱りやすい背中とかお尻、もも裏、裏側の筋肉を同時に鍛えられるっていうのはかなりメリットのある種目だと思います。もう一つはですね、デッドリフトを行うことでヒップヒンジですね、下半身のトレーニングで抑えておきたいポイント3つでご紹介したように、ヒップヒンジという動作が身につくので、デッドリフトを行うことでトレーニングにおいて結構重要な体のコントロールであったり姿勢の作り方が身につくっていうのは大きなポイントになるのかなと思います。特に初心者においてはですね、デッドリフトっていうのはいろんな要素が組み合わさった、まあ、難しい動きなので、それができることでかなり体の使い方が上手くなったり、体の固め方が上手くなったりというところのメリットもあるので、まあ、腰の怪我がないのであれば、まあ、無理にね重い重量はこなさなくても良いとは思うんですが、デッドリフトの動作をある程度正確にできるようにというところは目指してみても良いかもしれません。ただデッドリフトっていうのは先ほども言った通り怪我も多いし難しい種目であるので、トレーニングやりだしたからさあデッドリフトをやりだそうっていうところになるのかというと、私自身のおすすめとしてはそうではありません。まずはフリーウェイトでバーベルを担いだスクワットができる状態で、スクワットをやはりこう2ヶ月か3ヶ月ぐらい行ってバーベル担いでスクワットをした時にですね、まあ膝とお尻が同じぐらいの高さ、ボトムの位置になった時にちゃんと腰が丸まらずにしゃがめているかっていうところ、まあそのぐらいの状態になった、ある程度トレーニングの基礎ができてきたっていうところになれば、次はデッドリフトを導入してみるっていうところに入っていけば良いのかなと思ってます。まあスクワットを通してしゃがみ切った時に腰が丸まっていないだけの体幹の強さも身につくと思いますし、またスクワットを行う過程において腹圧を固めるというところも身についてくると思います。この腹圧の作り方もですね、下半身のトレーニングポイントを3つのところでご紹介していますので、ぜひ見てみてください。とにかくデッドリフトは腰の怪我が多いので、まあ、重りを持つ時とか腰に負担がかかるポイントになった時に腹圧をかけれないとまず腰痛めちゃうので、まあ、スクワットを通して基礎的な筋力であったり、しゃがんだ時に背筋を伸ばせるだけの基礎的な筋力とか柔軟性とか体の使い方とかで、あとはスクワットを通して腹圧を固めるというところがしっかり身についた後で、スクワットとデッドリフトを組み合わせるという状態に、まあ、徐々にステージを上げていけば良いかと考えています。まあ、ただしデッドリフトというのはですね、まあ、いろんなポイント、いろんなコツが結構ある難しい種目ですね。できればデッドリフトを導入するにあたっては、まあ、最初の何回かだけでもいいのでジムのトレーナーであったりパーソナルトレーナーであったりという方に、まあ、フォームを見てもらう方が良いかと思います。まあ、まずデッドリフトができるだけの体の状態を作るっていうのはトレーニングをやっていく上では、まあ、ぜひ身につけていただきたいポイントにはなります。まあ、そこで腰を痛めやすいとか疲労が強いとかいうデメリットも考えた上で、じゃあデッドリフトフルでやり続けるのか、トップサイドだけにするのか、バックエクステンションで脊柱起立筋を狙うのかとか、ももの裏お尻は違うマシンで狙うとか、特徴を理解した上で外すにしても他の種目でじゃあどう補っていくのかというところも考えながらトレーニングを組んでみると
良いかと思います。まあ、先ほどまでお話しした内容とは関係ない補足なんですが、まあ、私自身はデッドリフト重いのをこなすと全身の力を一気に使ってこう気持ちいいというかですね、まあ、爽快感はあるので、まあ、たまに楽しみとして床引きのデッドリフトを行って、うわ全身使った疲労しきった気持ちいいなという、まあ、楽しさを味わう種目としてはやっていたりします。まあ、単純にね目的のあるトレーニングだけではなくてですね、まあ、そのトレーニング自体も楽しめるのであればトレーニングの選択肢広がってくると思いますので、デッドリフト楽しくできるようにフォーム身につけてみてください。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しています。 B レジェンドの新商品やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひ概要欄をご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。